こんにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は紙でポインセチアとヒイラギのリースを作ります。紙は色画用紙や折り紙、どんな紙を使っていただいてもできます。紙の大きさもどのようなサイズにしていただいても構いません。今日は折り紙を4分の1に切ったサイズで作っていきます。正方形の紙を半分の三角の形に折ります。さらに半分の三角に折ります。さらに半分に折って、ここに折り筋をつけます。折り筋のついたところに切り込みを入れます。最後まで切らずに、このように少し残しておきます。切り込みを入れたこの両側の角を丸く切り落としていきます。このようにカーブを描きながら切り落とします。もう片方も同じように切り落としていきます。さらにこの縁を少しなみなみと切り落とします。いきなり切ると難しいようであれば、少し鉛筆で線を描いてから切るようにいたします。少し尖らせるようにハサミを入れて、その後このように少しなみなみとこのように切ります。反対側も同じように切っていきます。少し先っぽが尖るようにハサミを入れて、その後紙の方を右左と揺らしながら動かすようにして切ると切りやすいかと思います。このような形に切れました。広げてみます。このような形になりました。もう一枚全く同じように作っていきます。2枚できました。折り目が山折りになっている部分がありますので、谷折りに折り返します。2つを貼り合わせていきます。接着剤はどんなものでも構いません。今回私は木工用ボンドを使います。木工用ボンドを使う場合には、このように爪楊枝を使って伸ばすといいかと思います。2枚のうちの1枚の後ろに薄く糊をつけます。で、軽く折りながらもう1枚の中心に合わせて貼ります。この2枚の間のところに上の紙が来るように、このように交互にできなるように貼り合わせます。折り目をキープしながら貼ると立体感が出ます。これでポインセチアができました。ヒイラギも同じサイズの正方形で作っていきます。折り方は先ほどのポインセチアと全く同じです。同じように真ん中の筋に合わせて切り込みを入れて、同じように角を丸く切っていきます。今度はヒイラギの葉っぱの縁のようにして切っていきたいと思います。この端のところから円の、この丸い円の端っこを描くような形で、
くるんくるんとこのように線を引きます。この通りに切っていきます。反対側も同じように切ります。慣れれば鉛筆の線をつけなくてもいきなり切っていって大丈夫です。先が尖るようにハサミを入れて丸の端を切るようにしてこのようにカーブをつけていくつか切っていきます。3回から4回ぐらい切るといいかと思います。このような形に切れました。広げてみます。このようなヒイラギの形に切ることができました。ポインセチアと同じように山折りになっている部分を谷に折り返しておきます。いくつか作っておきます。髪の色を少しこのように変えていただいてもいいかと思います。リースの土台を作ります。お好きなサイズの市販の紙の皿を使っていきます。紙皿を軽く半分に折り、真ん中のあたりにハサミで切り込みを入れます。このように入れた切り込みにハサミを差し込んで、さらに切り込んでいって、ぐるりと丸く切っていきます。このように丸く切れました。リースの土台に先ほど作ったヒイラギを貼っていきます。裏に接着剤をつけて軽くで結構です。この台が隠れるようにどんどん貼っていきます。リースの台が見えるようなところにさらに貼っていきます。4つにつながったまま貼っても構いませんが、このように分けて少しずつ貼っていくこともできます。1枚ずつに分けて貼っていってもいいです。このように全体に貼りました。そうしましたら次はポインセチアを貼っていこうと思います。このように置いてみて、貼る位置を決めましたら、ポインセチアの裏の中心のあたりに接着剤を塗っていって、そしてペタンと貼ります。貼れていれば大丈夫です。ポインセチアも貼れました。さらに少し間が気になるようであれば、葉っぱを足していってもいいかと思います。さらにお好みでポインセチアの中心に100円ショップに置いてあるようなビーズを貼っていくといいかと思います。ビーズの先に接着剤を少し多めにつけて中心にそっと置くように貼ります。つまようじを使ってもいいかと思います。これで出来上がりです。とても簡単に作ることができますので、飾りたいところに合わせてお好きなサイズでアレンジを楽しんでみてください。